どうもポロタンです。やっほー。ということで今日はちょっと若干ハイテンションなんですけども、こちら女子しかほぼいないスイーツパラダイス、スイパラにやってきました。まあ僕過去1回だけ行ったことあるんですけど、まあ記憶がほぼないので十何年ぶりぐらいなんですけど、まあ今日はねまた改めて27歳挑戦して、まあ、あのスイーツ界に手を出したいと思います。ちなみに僕もうスイーツの肉より大好きで、まあ、中学校時代に菓子パンノートって自分でリスト作ってたぐらい好きなタイプなんで、今日はねめちゃめちゃ食っていきたいと思います。ワッキーさんがまた今日付き添いで来てくれまして、さすがに一人だと多分ショートケーキ1個で終わっちゃいそうなんで、今日もお願いします。やっほー流行っていきますねこれということで、じゃあ一緒に食べていきましょう。はい、行きます。行ってきます。女子がいっぱいいて女子がいっぱいで取れんの冷静に取ってる暇がない。すいません、盛り付け下手くそになっちゃいました。はい、ということで結構人がいっぱいいるんで、まあ、あのお隅に取ってるんですけど、ゆっくりと静かに味わいたいと思います。まずハーブティーから。うまい、超うまそうっすね。盛り付けが超下手くそになっちゃったで、このクレープからいただきたいと思います。うまい。お昼のデザートって最高ですね結構クオリティ高いですよ。はい、では次はこちらを、なんだろうこれ、みかんみたいな、みかんとクリームスポンジみたいですね。じゃあこれいただきたいと思います。みかんがいい、ふわーってきて、はい、次は抹茶をいただきたいと思います。抹茶ですね、いただきます。続いてこのいちごの、なんだろう、ムースみたいな、クリスマスみたいなイメージだ。クリームが濃厚、いやすげえ濃いな。シュークリームもショートケーキもあって、じゃあ食べたいと思います。女子がすごい結構見てるんで、おーなんだあの人たちみたいなそれがね結構あの
食レポできないです。シュークリームからいただきます。あ、クリームがすごい広がる。じゃあ続いてこのいちごのなんかすごいな、これめっちゃボリューミーだ。ロールケーキか、いちごのすごいっすよ。いちごロールケーキ、一口いただきます。がっつり、がっつりっすね。がっつり、できるだけだ。うん、これ生パスタで、サラダで、根菜のカレーと、うん、でもスイパラってやっぱしょっぱい系もあるじゃないですか。そうですね、やっぱ王道って言ったら最初やっぱりそのしょっぱい系からなんですかね。まあしょっぱいので、あ、パスタ飽きたらちょっと甘いので。ああ、僕根っからの本当甘いもの甘党なんで、ね、菓子パン、ね、もうローソンの菓子パン、はい、もうめちゃめちゃ食ってましたこの中蒸しパンが一番好きで。あ、蒸しパンうまいっすね。はい、次こちら、ショートケーキいただきたいと。ちょっと横になっちゃってるんですけどね。ショートケーキいただきます。うん、いちご、うん、やっぱショートケーキのクリーム違うわ。うまい、うまいですか。いくらでもいけますね、これ。選び放題で、あ、バジルにしようかな。バジルソース食べたいな。はい、雑なんで、もうさっき食べたいや、もうそんなもんしよう。そんなもんすよね。もう野郎ですから、うちは。野郎ですから、うん、じゃあ、さっき取ったパスタ、バジルソース、やっぱより一段と美味しく感じるでしょうね。それうまい。甘いものを食べた後に、甘いものの次はいいっすよ、やっぱ。これはすごい、もう食う前からうまいって言いますもん、体が。食い直しに最高ですね。全然ありっすよね。麺が太いんで、口直し、しょっぱい系で、ね、カレーとスパゲティとなんかうどん、サラダうどんみたいな、あとなんかこれなんていうんですかね、それ何ですかね。それなんかよく居酒屋とかで出てきますよね。あー、お通しね。あ、お通しみたいな、揚げパスタ的な、揚げパスタみたいな。カレー、スパゲティ、サラダうどん、なんか堅揚げみたいな。女子でも結構食うんすかね、こんだけあって。食欲って抑えられないじゃないですか、あんだけバーって あると。僕が前スイパラ行った時は女子がすごかったですね。マジですか。僕よりも結構。マジですか。でもすごい細くて。いやー、じゃあギャルソン的な。そう、すごい食べましたね。やっぱ人間ってああやっていっぱいあると、僕もちょっとこの撮影するまではちょっと7割ぐらいしようかなと思ったんですけど、いざやってバーって並ばれると、もうなんか自然とってますよね。いっちゃいます。うん、もうどうでもいいやみたいな。うまい。うまい。うん。うまい。めちゃめちゃもちもちしてて美味しい。絡みついてきました、ね、40分ぐらい経過しまして、12時半ぐらいになってるんですけど、女子高生とあと OL さんみたいな20代前半の人たちが増えてきまして、あのこの画面だけ見てれば結構集中できるんですけど、これ枠を外してこうやって見るともう
やばいっすね。もう食レポしながら、メンタルも鍛えられるという。どうですか？食べてるのは甘いですけど、現実は甘くないっていう。同時に鍛えられますよ。はい、同時に鍛えられる。いやでも、食うスピード速くなってます。なるべく味わおう、味わおうっていう。カレーいただきます。カレーはなんかくどくなく、さらっとして、まあ、食べやすいかなと。めっちゃ食べやすい、このカレー。カレー。うん。カレー。いや、最後の締めのデザートで、プリン系でいきたいと思います。すごい。もうチーズケーキ。チーズケーキも食べちゃうよ。これうまそうっすね。なんだこれ。パンナコッタ。パンナコッタ。これはもうなんか全部食いてえな。もう全部食いたくなってきた。なんでこれも食ったか。はい、最後。最後の口直しのデザート、これで多分ケーキほぼ全部取りました。2種類ぐらい取ってないですけど、基本的にあんま食いたくないような感じだったんで、これでもうほぼ全部です。全種類のケーキ取ってきました。食べたいと思います。まずこいつから。なんかすごい光沢の、光沢がすごい、うまそう。いただきます。ここに来てうまく感じるってすごいな。うん、今回のね、僕は食事。あ、クッキー生地になってんだ、下が。あ、うまい。またプロタンさん、ケーキもうまそうに食いますね。ありがとうございます。美味しいです。次はチーズケーキ。サラダのケーキ食べて、まだ一回もケーキ食べてないですよ。マジですか？マリ残り時間が残り時間15分なんですけども、まだシオンケーキみたいな。うまいですね。またスポンジが違う。いやでも意外ですね。プロさん意外と飯系がっつりいくかなと思ったんですけど、はい、全然ケーキが。ガチでデザート好きなんですよ。完全ですよ。もう真のスイーツ男子なんですよ、僕。あれですね、やっぱお店の趣旨と合ってますよね。はい、僕いつもずれてるもん。大体食事系のメニューは全部食べたんではないでしょうか。ということで、食べましたね。食べましたね。めちゃめちゃ食べました。ワッキーさんはなんか普通のちょっと量の多いフルコースみたいなのだけど、はい、そうですね、はい、僕はもうほぼ全種類、多分 1,2 種類ぐらい食べてないですけど、ほぼ食いたいもの全部食ってきたんで、もう体中クリームだらけです。いや、プロタさんもケーキも本当いい笑顔でお父さん食べてたんで。いやでも流行らせたいですね。ここ新宿ミロード店。ここはそうですね、新宿のミロード店。ミロードの5階ですね。はい、南口、そうそう、緊張感と、そして達成感と満腹感で、いろんな感情が混ざってますけど、結構メンタルも、メンタル鍛えられる、はい、いい経験になりました。ということで、今年スイーツ王になりましょう。はい、いろんなところを回っていきたいと思いますので、ごちそうさまでした。ありがとうございました。バイ。